885系白いソニックソニックは九州旅客鉄道が博多駅中津駅、大分駅、佐伯駅間を鹿児島本線、日方本線経由で運行する特急列車である。特急ソニックは1995年4月20日のダイヤ改正時に特急日輪の博多駅大分駅間運行の列車のうち同年3月より日輪で 営業運転を開始していた新型車両の883系電車を充当する列車にソニック日輪の列車名が与えられたのを発祥とする。その後883系の増備が進み、1997年3月22日のダイヤ改正で当時博多駅大分駅間に運行されていた16往復のソニック日輪。 日輪のうち15往復が8 8 3系での運行になったのを受けて4 8 5系、電車重等の1往復も含めた博多駅、大分駅間の特急はソニックに統一された。日輪が2000年3月11日の改正でに大幅に本数が減り2001年3月3日には博多駅発着から小倉駅発着に変更されたのを受けソニックは ほとんどの時間帯で1時間あたり2本運行されるようになった。この増発分に関しては主に885軽電車の投入で対応している。その後、日銀は2003年3月15日の改正で、別府駅、または大分駅、宮崎駅間の運行に短縮されていき、2008年3月15日のダイヤ改正で、定期列車の小倉駅のり入れも消滅。 このようにして、福岡県と大分県を結ぶ役割はソニックに移行していった。883系電車の愛称ソニックが列車名の由来である。博多駅再起駅間に1往復、博多駅大分駅間に24往復、博多駅中津駅間に1往復、中津駅大分駅間に1往復が運転されている。日中は、 博多駅大分駅間で1時間あたり上下各2本を運行しており、この区間を速達便は約2時間、停車タイプは約2時間15分で結んでいる。早朝、深夜の中津駅発着の列車は大分方面が100番台、博多方面が200番台が与えられている。日中の速達便を往復は2020年11月1日から運休しており、 年末年始のみ運転されたものの2021年3月13日のダイヤ改正からさらに1往復を追加した6往復が臨時列車に格下げとなった。号数はこの臨時列車にも投資で振られており、前述の改正による号数変更は生じていない。この臨時化された博多駅大分駅間の列車には70から81号が振られている。このか卓脚機には、 小倉駅大分駅間の列車が増発されるが、883系電車、885系電車で運行する列車は、ソニック、それ以外の車両で運行する列車は、日輪もしくは、ソニック日輪として運行している。なお、日輪として運行する場合、大分駅でソニックに接続している、日輪の延長運転扱いとする場合がある。小倉駅では、 進行方向が逆になるため、小倉駅に到着する直前には、座席を逆方向に転換するように促す、車内放送が流れる。2011年3月11日までは、小倉初大井大気の下り一本の設定があったが、翌12日の改正で、日輪に編入されて消滅している。列車番号については、号数プラス三千が与えられているが、百一号、百二号に、 ついては 3091M3092M201 号202号に、ついては 3081M3082M とされている。2021年3月13日現在、大分車両センター所属の883系電車、南福岡車両区所属の885系電車が充当されている。 883系は1995年3月18日の車両申請投入時より運用されており、博多駅大分駅間の列車13往復と、中津駅大分駅間の列車各1往復の計14往復に充当されている。1997年3月22日のダイヤ改正で投入された車両に関しては5両編成で、 運行されていたが、2008年7月19日より7両編成に統一されている。口述の白いソニックと異なり時刻表には明記されていないが、駅の案内表示では青いソニックと表記される。885系は、博多駅大分駅間の列車11往復と、博多駅中津駅間、博多駅佐伯駅間の列車各1往復の K13 往復に充当されている。8 8 3系と同様に2000年3月11日の車両申請投入時より運用されているが、当時はソニック用の車両区分はなく、カモメ用の6両編成で運行されていた。2001年3月3日のダイヤ改正でソニック用の5両編成が投入され、8 8 5系に関しては、 こちらの5両編成で運行されるようになったが、2003年3月15日のダイヤ改正で6両編成に増結されて、以降はカモメ編成がソニック運用に入ることが次第に増え、現在は使用される車両の区別はなくなっている。時刻表や駅の案内表示では白いソニックと表記される。かつてソニックは全編成を通して883系の位置、編成しか、 予備編成がなく、車両故障や検査、悪天候などにより、車両の変更がしばしば起こっていたが、予備車が確保された現在でも883系、885系だけで運行できなくなった際には783系、電車、787系電車が運用に入ることがある。その場合、783系五両編成、787、 計4両編成、6両編成、7両編成、8両編成のいずれかによる運行がされる。1997年3月22日から2000年3月10日までは、下りの始発、上りの最終の1往復のみ485、軽電車で運行されていた。これは、1997年3月22日のダイヤ改正で、 日本本線の特急列車は、使用車両に関係なく、大分駅発着列車は、ソニック、延岡、宮崎方面発着は、日輪に統一されたためであるが、883系が最高時速 130km の振り子車両で、あるのに対し、485系は最高時速 120km の非振り子車両で、走行性能も883系に対して大きく劣るため、 博多駅大分駅間の所要時間は30分近く長かった。また時刻表では485系で運行するソニックにレッドエクスプレスで運転との注意書きがあった。2000年3月11日から2001年3月2日までは3往復に783系電車が充当されていた。ソニックと 2000年3月11日ダイヤ改正で7 8 7系から7 8 3系に車両変更となった日輪 C ガイア、ドリーム日輪との共通運用で、それまで全車南福岡車両区所属だった7 8 3系の一部が大分車両センターに転属したが、7 8 3系のソニック運用は1年で終了し、1年足らずで、 再び前車南福岡車両区所属となった。ただし、前述の通りその後もごく稀に783系、787系がソニック運用に入ることもある。その場合、ダイソーに限ってソニック日輪の名前、方向幕、放送案内で走行することがある。下りソニックのうち午前10時午後5時において世界の車窓からのナレーターで知られている、 石丸健二郎による大分市観光ナレーションが放送されている。この放送は石丸が大分市出身であることから企画されたものであり、石丸による社内放送はこのソニックに収録されているもの唯一である。2011年3月に放送が開始されて以来好評を博し、2013年には公募作品及び石丸自らによる作品と差し替えられた。 139点の公募があり、当時の大分市長、大分市観光協会会長、大分駅長が審査員を石丸健次郎と大分市観光大使を務める HKT48 の指原里乃が特別審査員を務めた。大分市ホームページでは公募作品について公表しているが、石丸健次郎機構作品については特急ソニックの社内でのみ公開としている。 以下は2013年に差し替えられた放送の一覧である。なお、放送についてはランダムに流されるという。大分市観光ナレーションとは別に、別府駅到着放送の直前に、湯の町、別府の案内というテロップ文章が流されている。ソニックは、西小倉駅を通過して、運行経路上、小倉駅で折り返して運転するため、 小倉駅から博多方面と大分方面を引き続き乗車する場合は、西小倉駅小倉駅間は重複乗車となるが、特例により、小倉駅西小倉駅間のキロ数は含めないで、運賃計算を行う。ただし、小倉駅で途中下車はできない。また、特急料金についても、同様に西小倉駅小倉駅間のキロ数を含めないで、計算する。 国鉄時代末期の1987年3月に西小倉駅に鹿児島本線ホームが設置されるまでは小倉駅西小倉駅間は日本本線にのみ所属しており超副乗車とはならなかったためこの特例の適用対象ではなかったこの当時博多駅大板駅間の営業キロは 200km をわずかに超える 201.1km だったが 特例の適用により 200km 以内に収まるようになった。ありがとうございます。